放課後ネバーランドの動画ご視聴いただきましてありがとうございます。秋藤です。お久しぶりですね。解説班です。解説班もよくねまだ聞きたいことある結構俺去年1年でだいぶ頑張ったと思う。だいぶね、うちの中の連中の疑問にお答えしてったと思うよまだ聞く聞きたいことがあるんだったらお答えしましょう、はい、というわけで、本日の目安箱こちら。解離性同一性障害について調べちゃいけないんじゃないの、っていうまあそうっすね。一般的に DID の当事者の人が解離性同一性障害について調べるっていうのはあまりよろしくないというふうに言われてはいますね。だから多分病院とかでもうあんまり自分で調べないようにねって言われる人もいるぐらい、まあ、お医者さんによってはそうやって言う人がいるぐらいには、あの絶対にダメっていうわけではないとしても危険視されている行為なのかなっていうふうには思うかな。そもそもなんで当事者の人がそれを調べない方がいいと言われているのかっていうことなんだけど、もちろんちゃんと理由があって、あのお医者さんとかも調べるのやめといた方がいいよっていう、あんまりそういう情報入れないようにねっていうお医者さん、なんでそうやって言うかっていうちゃんと理由あるんですよ。まあ、一番に言われるのは解離の人、解離性同一性障害の人に見られる傾向というものがあって、解離の人にありがちなこう特性というかね、そういうものがあるんですね。でそれが非催眠性とか非暗示性とか、あと解離傾向とかっていう言い方をされるんだけど、80年代90年代ぐらいかなとかにの研究者の人でリチャード・クラフトさんっていう方がいたんですが、でその方がこう書いた本論文の中で、解離性同一性障害の人、まあ、当時はまだ多重人格読みだったけど、なぜ解離性同一性障害になるかっていうので4因子っていう4つの要素っていうのが挙げられたんですね。でその中の一つが解離傾向とか非催眠性って言われるもんで、めっちゃ単純に言うと催眠術にかかりやすい思い込む力の強さっていうのが挙げられるんですね。だからまあそういう特性が見られるっていうふうに言われていて、解離に困っている当事者の人がそういう情報をこういう症例がある、こういうふうシステムになっているらしいとかっていう情報をいろいろ入れてしまうことによって、あ自分もそうかもっていうふうに思い込んでしまうっていう、これ別にあの詐病とかで言われるようなそういうことにするじゃなくて、全然そんなのにこう惑わされるつもりはなく、ただ知識として取り入れようとしたものが、まあ、脳みその無意識のところでこう反映してしまうっていう、そういう危険性があるっていう感じなんですね。だから影響されるつもりのあるないっていうのは全然関係なく、もちろんこの、 非催眠性っていうのは解離性同一性障害の人以外の人にも存在するもので、ただまあ解離性同一性障害の人の傾向としてそういう要素が強いっていうのは挙げられてるんですね。まあ、これがまあそのお医者さん的にまずクラフトさんの挙げた4因子の中の一つっていうのは、まあ結構大きいポイント、やめといた方がいいよっていうポイントかなとは思います。じゃあ次はあれですね、俺らが俺らはなんせ俺はもう10年ほど
他のね DID の人たちの症例についてお話伺ったりだとか、まあ、自分でねいろいろ調べてとか、もう俺が誕生するより前からもううちのリーダー勢とかもね自分で調べいろいろこう文献読んだりとかしてきてますから、そういうリスクがあるのになぜそれをするかっていう、危険じゃないのか、なんでそれをやってるんだっていう話なんだけど、なんでそれをやってるかって言ったら、まあ、もう必要だからとしか言えねえな。まあ、もともと必要だったから、で現在も必要だと考えられるからっていう感じなんだけど、まあ、もともと必要だったっていうのはどういうことかっていうと、まあ、幼少期からもう一度リーダー勢とかね、もうめっちゃ昔からいる人たちっていうのはいたんだよね。いて表に出たりしてっていうのしてたんだけど、まあそれが何かしらちょっとこう普通はそうではないらしいぞっていうのは分かっていたものの、まあ、周囲に相談することができないこともあった。病院で解離性障害、解離性同一性障害っていうふうに言われたのは22歳の時なんだけど、それまでの間に人格はいっぱいいる、表でいろいろやらかしてる、ただ周りにはちょっと相談ができてないっていう中で、自分らで何とかする必要があったよね。自分らがどういう状況でどうするべきでっていうののヒントが必要だったよね。だから、まあ、自分たちで調べて DID というものに、解性同一性障害、多重人格というものに当てはまる、でそれでこういうことが起きているっていうのを理解するために、まあ、それを調べ始めたっていうのがスタート。自分で知る以外の方法がなかったっていう。で、まあ、22歳の時に、診断を受けて、そこからまあ通院とか、まあ、するようになったんだけど、まあ、それでもやっぱ自分たちで調べてっていうのは未だに継続してやってるんですね。で、なんでかっていうと、解離について詳しい医師には書かれていないから。解離とかの話をして、まあいろいろ相談には乗ってもらってはいるけども、まあ専門医ではないし、まあいろんな症例を見てきている先生っていうわけではないから、やっぱり自分たちについて、自分たちがまあより医療者側の目線を持った上で自分たちを分析したり、こうどうするべきかっていうのを判断していく材料が必要だっていうことで、いろいろ、まあ、未だにお勉強が必要だなっていうふうに思ってるんですね。その結果として、まあ、配信とかする中で、まあ、いろんな症例っていうのも実際集めることができたし、まあ、自分たちによく似た症例だとか、逆に自分たちとは全然違う症例だとかっていうのの幅広さがあるっていうことを理解することはできたよね。で、まあ俺的にはまあ何より俺が重要やなっていうのは、自分たちの努力の方向性、自分たちが何を目指してどう整えていけばいいのかっていう方向性をより明確にできたというか、会議ではこういう要因があるだとか、こういう状況になりやすいだとか、こういう症状が目立つとかっていう、まあ、いろんな知識を得ることによって、まあ、自分たちはまあそれに当てはまっているにせよ、当てはまっていないにせよ、まあ、そういうリスクがあるんだなとかっていう、じゃあこのリスクを回避するためにはどうしたらいいかなとかっていう感じで、まあ、自分たちの状況を整えるためのヒントっていうのをたくさん得ることができたかなとは思ってますね。まあ、実際にまあ、そうしてね、そうやって俺もね、配信だとかで当事者の人たちと関わる機会っていうのをたくさん持ってきた中で、影響を受けたかどうかっていうのに関しては正直わからん。こういう情報を入れてしまったことでそれに引っ張られているなっていう、そういうふうに解釈できた状況っていうのは超少ないけど、ゼロではなかったと思う。
ちょっと俺もだいぶ曖昧だわ。でもなんか、まあ、少なくとも俺らの場合はそんななんかもうめっちゃでっかいトラブルになったっていうのは今のところないかな。あくまでも俺らの場合はね、今のところ俺らの場合は、ね、まあ、ただやっぱりさっきも言ったように、その非暗示性というもの、代理能力と言われるものっていうのは無意識に働くものだから、まあ、だから無意識に引っ張られないように、俺ら自身はもういろんな情報を集めていこう、いろいろ学んでいこうってする中で注意してることっていうのはあるんですよ。最近ちょっと心がけてますとかじゃなくて、こうやって配信とかやるようになった頃からもうめちゃめちゃお互いに言い合ってるぐらいのやつ、ね、一個はまず情報元の信頼性ですね。まあ、特に今のご時世でネットとかでいっぱい分かりやすくまとめてあるコラムみたいなのとかもいっぱいあるし、フィクション作品、アニメ、漫画、ドラマ、映画、その他もろもろフィクション作品で、まあ、DID 多重人格っていうものが取り上げられることっていうのも、まあ、多いっつうか、まあ、少なくはないし、関わりがありそうな情報っていうのはいっぱいあるんだけど、その中でどの情報を信頼できると考えるかっていうのはもう本当に重視してて、まあ、コラムとかはね読みやすい、ネットで対性同一性障害多重人格とかつってググったらこうポン上の方にポンポンって出てくる、なんかまとめみたいな、分かりやすい分かりやすい、優しく簡単に書いてある。ただあくまでも優しく簡単によ、ね、記事とかによっては筆者の名前とかどういう勉強をして来てる人だとかっていうのがまあ明記されていたりもするけど、基本的には信頼度が低いものっていう認識ですね、俺らの中で。でじゃあどういうものが信頼度が高いと考えられるかって言ったら、論文とか医療者向けとかで発行されてるようなちょっと大きめの書店とかにあるような専門誌とか DID 以外とかでも俺らの状態に関係ありそうな、パニック障害だとか、まあ、PTSD 関係とか、時期によってはね摂食障害関係だったりとか、あと、まあ、うつ症状とか、まあ、そういうので、まあ、ある程度幅広く情報を知りたかったりして、そういうのをパラパラと眺めたりしたんだけど、なんでそういうのの信頼度が高いと判断しているかというと、査読をされているからですね。要するに書いた人以外の人がチェックしてこれ公開してもいいかな、本に載っけていいかな、複数の人がチェックして、あこれは間違ったことは書いていないなとか、誤解を与えるような書き方がないかなとかっていうのをチェックした上で公開されているものだから、より信頼度が高いっていうふうに考えてますね。ただこれは読むの結構しんどいからなかなかはかどらないやり方ではある注意してることの1個目は情報元の信頼性。2つ目注意してることっていうのは、まあ当事者の人たちっていうのもいろんなお話聞かせてもらうんだけど、誰のどんな話であったとしてもあくまでも一症例として捉えること、まあ俺らの場合だってこれも一症例だし、まあ、俯瞰的に見るその あくまで誰の話も一症例っていうのを、なんでそういう風に捉えるようにしてるかっていうので言うと、その一人一人症例の幅広さっていうのはもうよく分かってるとこなんで、その上で個々の細かいところっていうのは、まあ、違って当たり前ぐらいの感覚っていうのもあるんですよ。より自分たちに役立つ情報っていうのが何かって考えた時に、個人個人の一症例ずつの細かい情報ではなくて、この全体の傾向
俺らにこういうところがある、他の人にもこう似たようなところがある、 それが結構多いっぽい。じゃあもしかしたらそういう傾向があるのかもしれない。ただあくまで傾向だから、まあ、傾向って偏りだから、一つ一つを見たらやっぱ点々とバラバラとしてて、みんなまとめてこうだよっていう感じではない。なんか困る症状があるっていうの、0から100の間にバラバラっといたとしたら、どの辺と位置づけられるかなとか、じゃあそっからより0に近づけるにはどうしたらいいかなとかっていう感じで、まあ、自分たちの動きっていうのを調整かけていくっていう感じですね。そういう意味でこう一個一個の点を見るんじゃなくて、このバラバラとしているこの大きな範囲を見たいっていうのが、というわけで本日は、DID について、自分で調べたりとかするのは危険じゃないのかという質問でしたが、まあ、少なくともそれが危険である可能性っていうのはゼロではないけど、そのリスクも知った上で、じゃあどういう、まあ、その危険っていうのが具体的にどういうことなのかっていうのと、あとその危険を避けるためにどういうふうに気をつけてるのかっていうところでね、ちょっと今回は喋らせてもらいました。だって結局ね、DID めっちゃわかるよっていうお医者さんにかかれないっていう、まあ、自分らでどうにかするしかないっていう状況っていうのが一番でかいからねまあその流れで、まあ今現状ここに落ち着いてるっていう感じなだけで、まあ、今現状ここだけど、またここから例えば専門医にかかって統合治療を受けてとかっていう流れができる可能性とかっていうのも、まあ、可能性としてはいくらでもあるんだろうし、俺らはその時その時で自分らにできることは何かなっていう、それ以外のやり方がわからん俺はというわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。